しぶりの休日だし、どこに行こうかな。あれ、かすみ？ん？あ、おたえ！こんなところで何をやってるの？休日だからどこに行こうかなって。おたえは何をしてるの？いろいろ考えながら歩いてた。例えば？この間のバースデーライブのこととか。楽しかったよね、あの日。すっごく楽しかった。それにすっごくキューって詰まった一週間だったよね。うん、大変だったけど、それもそれで楽しかったよ。私たちよりもさ、リミリンはきっともっと大変だったよね。作曲だけじゃなくて作詞もして。うっかりかすみが歌詞を作りそうになってたけどね。それで私アリサに怒られちゃった。でもさ、誰かを思って歌詞を考えるってすっごく素敵なことだと思わない？きっとそれだけその曲に対する思い入れも強くなるよね。そう思う。だから私もリミリンのお姉さんへの気持ちがちゃんと届くようにって思いながら歌ったんだ。うん、その感じすごく伝わってきたよ。きっとユリさんにも伝わってる。本当？ありがとう。リミリンの気持ちを私たちが演奏に乗せて届けて、それがユリ先輩に伝わって、音楽でみんながつながってる感じがしてすっごく嬉しい。音楽だけじゃないよ、ファンでも私たちはつながった。え？どういうこと？リミにパン差し入れたんでしょ。私たちの手作りのパン。ああ、頑張れパンだね。そうだね、あれもリミリン頑張れって思いながら作ったもんね。頑張れパンで私たちの気持ちきっとリミに伝わったと思う。うん、そうだね。そっか、歌だけじゃないんだ。誰かを思って贈り物をするってすっごく素敵なことなんだ。贈り物か。私もうーちゃんに曲を作ってみようかな。え？うーちゃんって？うちのうさぎ。おたえらしいね。きっと届くよ。うーちゃん大好きって気持ちが。うん、そうだよね。よし、作ってみよう。うん、私もそれ付き合うよ。作詞作曲はもちろん私かな。だね。よし、そうと決まればまたお泊まりだ。アリサの家に行くぞ。そういうものなの？わかんないけど、なんとなくこれからアリサの家行ってみようよ。また怒られない？大丈夫大丈夫。それにアリサだってきっとこの日の話もっとしたいって思ってるって。そうと決まればレッツゴー。おたえ、早く早く。